フィギュアスケート男子で2014年ソチ、18年平昌五輪に連覇の羽生結弦、アナが4日、日本オリンピック委員会 JOC の公式ツイッター、チームジャパンの、もしシャープ札幌2030が決まったら、コーナーに動画で出演し、札幌市が招致を目指している2030年冬季五輪を語った。その後はカメラレンズにサイン、北海道、札幌で会いましょうと、手を振った。